なんとか制圧の目処が立ってきたな。さすがの粉塵ぶり、見事だったぞユーゴ。ありがとうございます。でもまだまだですよ、もっと力をつけないと。その年で立派なものだな。連邦で高等な教育を受けていただけはある。いやいや、それを言ったらあなたの方が。聞きましたよ、アレクサンドラさんって帝国の士官学校を首席で卒業されたんですよね。どうだったかな。またご謙遜を。その頃の華やかなエピソードとかあるでしょう。そんなものはないぞ。ただ卒業直後なら少し印象的な出来事があったな。へえ、興味深いですね。恋や友情の話ですか。そんな麗しいものではないさ。だがあれも青春の1ページと表現できるだろうか。上官、私の配属はまだ決まらないのでしょうか。すまない、君を欲しがる部署が多くてな、半ば内乱状態だ。それほどのことに。一番楽なのは上がスパッと決めてくれることだが。上とは皇帝陛下だろうか。ご冗談を。それぐらい停滞しているということさ。そういうことであれば了解いたしました。仕方ない、今日も帝都の見回りと行くか。俺この前ようやく配属が決まったんだけど、物資の管理班ってなんだよ。まあ直接戦わなくていいから楽は楽なんだけどさ。おお、アレクサンドラ、まだ配属は決まらないのか。ああ困ったことにな。まあそう焦るなよ、物事ってのはそのことばかり考えてると進みが遅く感じるもんだ。だからドーンと構えとけ。なるほど、心得た。士官学校時代は来る日も来る日もここで訓練してたから地獄のような場所だと思ってたが、前線に出るようになってからはここに戻ってくるとホッとするんだよな。エコヒーキ霊嬢様は今日ものんきにお散歩か。相変わらずいい気なもんだよな。同期のミュラー兄弟じゃないか。久しぶりだな。士官学校を卒業してから会う機会も減ってしまったが、二人とも元気そうで何よりだ。は？それ嫌味かよ。俺たちは前線で地べた這いずり回ってるのによ。前線で？それは羨ましいな。喧嘩売ってんのか？貴族だからって調子乗ってると。すまない、これから自主警らなんだ。はあ？私もお前たちに負けないよう頑張るとするよ。ではな。おい、ちょ、まあ、くそ、苦労を知らない貴族が。見てろ、
今に本物の戦場の恐怖を味わわせてやるからよ。晴天の帝都は一層輝いて見えるな。では早速ケイラを開始するとしよう。まずは武器屋に行くか。帝国がまだジルドラ公国と言われていた頃にリアクター技術の開発が始まったって聞いたけど、おかげですごく暮らしやすい国になったわよね。先日毎州氷河国が傘下に入ったことで帝国の領土は一気に広がった。この勢いでシルベーアやアルコニスに攻め入れば戦争が終結する日も近いぞ。皇帝ジギスムント陛下は素晴らしいお方だ。初代皇帝が崩御された時は正直国の行く末に不安を抱いたものだが、今やここまでの発展を遂げさせたんだからな。そこの武器屋、相当儲かってるらしいぞ。やっぱ戦争ほど儲かる商売はないってことかね。今日も見回り、ご苦労さん。ご主人、変わりないか。おお、うちは大丈夫さ。でも少し気になることはあるな。何か事件か。いや、むしろ何もなさすぎるんだ。どういうことだ。最近は路上生活の子供たちによるいたずらが減ってな。いいことではないか。そうなんだけど、その理由が気になる。だって俺たちや国が対策したわけでもないからよ。なるほど。悪いね、捉えどころのない話で。いや、気にかけてはおこう。よし、次は宿屋に行こう。宿屋はこの辺のはずなんだけどな。帝都の外から来たか。それなら少し違うな。宿はここをまっすぐ行って突き当たりを右だ。本当？ありがとう。この町広すぎて迷っちゃうのよね。
アレクサンドラ、士官学校の卒業パーティー以来だな。そうだな、時が経つのは早いものだ。あの時お前が語ってくれた話は本当笑えたよ。あんなエピソードトークを持ってるとは思わなかったぜ。ん？私は何を話したのだろうか。おいおい、忘れちまったのか？報復絶踏のネタだったのに。すまない、パーティーで食べたスープが絶品だったことしか記憶にない。そうかい。お前はそういうやつだよな。ジルドラ公国と呼ばれてたこの国もシェオー百道国やマイシュ氷外国を吸収したことで一大帝国になった。だから帝都の宿にはいろんなところから客が来るんだとさ。あら、アレクサンドラちゃん、毎日精が出るわね。もともと帝都の散歩は日課だしな。あんたは昔からこの町が大好きだものね。最近変わったことはあったか？そうね、あ、散歩といえばお客さんから聞いたんだけど、帝都の外れの方を歩いてたらどこかの屋敷から爆発みたいな音がしたらしいのよ。本当か？爆発があったのなら一大事だが。うん、でも特に騒ぎにはなっていないし、そのお客さんも気のせいだったかもって。そうか、一応気には留めておこう。次は酒場に行くとしよう。あそこの料理はうまい。いや、荒れやすい場所だからな。町外れの屋敷に出入りしてるアルフレッド博士はすごい人で、リアクターもその人が発明したのよ。ふむ、そのようなことができる人間は頭の構造からして違うのだろうな。ねえお姉さん、僕と勝負しない？どんな勝負だ？ここをまっすぐ走って先に酒場に着いたら勝ち。子供相手に負ける気がしないが。そうかな。じゃあ酒場でいっぱいご飯食べた方が勝ちは？それこそ負ける気がしないな。そんな、もう別の人と勝負するよ。皇帝様のそばに常に控えている女、噂では悪魔のような性格って聞くけど、あんなに色っぽいなら俺の人生めちゃくちゃにされてもいいって思えるよ。来たな。まずは肉を10人前でいいか？私を何だと思っている？これでも仕事中の身だぞ。仕事って見回りかい？ああ、何か困ったことはないか？そうだな、息子に浮いた話が一つもねえことかね。それは私にはどうしようもないな。アレクサンドラちゃんが嫁に来てくれれば。食費が、すまん、今の話はなかったことにしてくれ。勝手に盛り上がって勝手に先行から落とすな。
というか、お前さんも貴族様なら婚約者くらいいるんだろ。そんなものはいない。親からは好きに生きろと許可をもらっているしな。へえ、いい親だね。ああ、実に尊敬すべき人たちだ。だからこそ両親に恥じぬ誇り高い人間でありたいのだ。いや、眩しいね、お前さんの住む世界は。おや、あれはオルバたちか。ここからはラズィ様の姿がよく見える。幻獣より人間が上に立っているかのような。町の構造はどうかと思うこともあるが、ラズィ様に国を支えてもらっていると考えれば悪くはない。よう、アレクサンドラ。どうした、お前たちも見回りか。違うって、お前に用事があってきたんだ。私に、何だろうか。ああ、それなんだがよ。そうか、私もついに戦場に。オイラたちと組んでの任務だ、よろしくな。こちらこそよろしく頼む。しかし先ほど上官殿にはしばらくは配属が決まらないと言われたのだが、これはまたどうして突然。そりゃ早とちりだったみてえだ。そうそう、その話の後すぐに決まったらしい。そうだったのか。ああ、明日の待ち合わせ場所は追って伝えるから、そこで俺たちと合流して任務開始だ。了解した。未熟者ではあるが精一杯務めさせてもらおう。ああ、明日が楽しみだな。